せっかくの潮干狩りですが、めちゃくちゃ雨です。ですが撮っている人はたくさんいますね。それでは早速私たちも撮っていきましょう。あ、マテガイ、これだよ、マテガイ。つうかこれ入ってんじゃないの。入ってないかな。入ってないから転がってる。これ入ってるよね。あ、死んでる。これマテガイ、これがマテガイです。もうなんか誰かさすが撮ってますね。入ってますね。入ってた。はい、1個です。撮ってもらえる。この後何度もマテガイの穴っぽい場所に塩を入れてみたりしたのですが、最初に拾った1個ともう1個ちゃんと塩を入れたら出てきてくれたので、トータルで2個ゲットできました。少ないですね。2個目の時は焦っていたので動画は回せていませんでした。今年2022年は全国的にマテガイが少なかったらしいので、いつかまたリベンジに行きます。最後にね、収穫の成果をお見せしたいと思います。今回の収穫はこんな感じでした。ほとんどがバカ貝ばかりでしたね。有料の潮干狩りに行くと貝を撒いているのでアサリがたくさん取れるのですが、無料のところに行ったのでほとんどバカ貝しかいませんでしたね。バカ貝はなかなか塩を吐き出さないので調理として使いづらいのですが、下処理をすると結構砂を出してくれて、炊き込みご飯にして食べたんですがとても美味しかったです。実はこの中に生き物がいて今飼っているので、次回の動画で紹介したいと思います。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。